一つ生まれる。いいですね。いい柏田でニストの方たちが揃っております。アメイよ、ありがとうございます。じゃあ音が一つ生まれる。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 遠くの山に降り出した雨のひとしずく。音が一つ生まれる。雪雲を深くとどろく風のうねり。音が一つ生まれる。春の庭先をにぎわす猫の盛り声。音が一つ生まれる。音が一つ生まれる。音が一つ生まれる。巡り合わせた花の縁。この行きは常なれど離れ嫌いです。
とうございます。なんか草原を感じます。一言を感じよしね、よしね。こういう弾き語りってなんか変。まあ寒くなってきたので冬の曲を何曲かやります。昨日から
降らない、まあ降るけど。猪苗代。猪苗代、福島市。福島、ね、いいかな。福島って結構大きい。ちょっとね、福島は北海道、岩手、長野、福島だったかな、大きさで。これ結構大きい。宮城ならもうちょっと上なので、もうちょっと降りますよね。あ、でも宮城も場所にあるかな。なので、うちのバンドメンバーは、高知の人がいるんですけど、高知のバンドメンバーを福島に冬連れてった時に外が地吹雪だったんですよ。でだから東北人としては普通に外出ようと思うんですけど、高知人としてはマジでこれ出れんの大丈夫なのずっと心配してたんですけど全然普通だから別にビュービュー言ってるだけだからみたいないけるからって言って出た覚えがあります。うちの師匠が阿佐ヶ谷だったので、阿佐ヶ谷で、いろいろ働いてたんで、
が朝川渓流という曲をやります、中杉通りがただただ暑いなっていう曲です。あ夏はね、あそこがね俺朝川呼ばれたからね外はひどくまぶしい炎天下で目が眩むようなそんな見る日中熱気と照り返しが強すぎて焼けた視界は白いまだら模様じりじり登り続ける最高作ったんで、ミキ君を連れて福島にレコーディング合宿に行ったんですけど、いいなミキ君、ミキ君の最終日にあの UFO ふれあい館っていうところに連れてくっていうのが今回のミッションだったんで、あ、そうなんだ
いいよね、あの UFO フレアイ感。UFO フレアイ感っていう名前がやばいでしょ。やばい。ね、本当に本当にただただなんだろうな、なんか眉唾の話がずっと書いてあるだけなんですけど。一度ぜひ行ってみてください。あの人が来ると電源入れてくれるっていう。じゃあ最後かな、最後の曲をやろうか。これ第2弾もあるでしょ。あるよ、あるよ。あるそうです。5ぐらいまである。5弾もある。そんなに、そう、そんなに人やってたっけこれ。そうなっちゃう。1人2回が来るの。お、え、2回目。またやるの。もう1回できる。いや、じゃあ今日はじゃああれだね、半分ぐらいで吹いた方がいいね。もう1回やるべきじゃないとったら。もう1回やるじゃあ最後にやります。んがごーか、んがごー、んがごーか、んがごーが、んがごーが、んがんがごーが、んがごーが、日暮れの中の誰もいない踏切に遮断機が降りる。目の前日暮れの中